ウィークリー声の架け橋ラジオをお聞きの皆さんこんにちは秋の香りです新年明けましておめでとうございますおかげさまでこの番組も無事に新年一回目の放送を迎えることができました今年も 番組リポーターが区内各所に伺いますので是非皆さんの声をお聞かせくださいさて新年最初にお届けする声は区内の初詣情報です区内にある2社に由緒や今年に向けてのお話などを伺いました初詣の参考にされてみてはいかがでしょうかそれでは新年最初の「声のかけ橋」どうぞ。 最後までお聞きくださいウィークリー声の架け橋この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします改めまして新年明けましておめでとうございます秋の香りですさて 新年最初にお届けする声は区区内内のの情報ですすには数多くの神社仏閣がありますその中から皆さんもよくご存知の2社に由緒や今年に向けてのお話などを伺いましたそれでは早速レポートをお聞きください皆さんこんにちはリポーターの新宮志穂です 新年明けましておめでとうございます昨年は感染症の影響が残る中取材にご協力いただきましてありがとうございました今年も皆さんの声を聞きにいろいろな場所へ伺いたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて新年最初のリポートは恒例の初詣情報をお届けします今年のお正月はここ2年ほどと比べて徐々にではありますが 日常が戻り始めてきていると感じている方もいらっしゃるかと思いますそこで地域の氏神様である2つの神社に昨年の町の様子や新年を迎えての思いなどを伺いますどうぞ最後までお聞きくださいそれではまず初めに小網神社の服部宮司にお話を伺っていきます 明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます本でもよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますさあまずは、えー、ここ小網神社有書について教えていただきますはい、えー、文章元年1644年になりますが私どもはこれ疫病封じということでね今まさにコロナの状況ですけれどもまだなかなかい収束しないような状況にありますが <laughs> その疫病封じのためにねこちらの地にご鎮座をしてまあ今年で557年になりますね 500年以上の歴史を持つ神社,、はいね、神社ということです。はいはい、さあ、服部宮司、昨年を振り返ってみて、令和4年はどんな一年でしたかそうですね、あのコロナに対する考え方も少しずつ落ち着いてきて、行動規制が少しずつ、ね、緩和されたということもあって、いろんなところから私どもにお越しいただく方が増えたというような一年でありましたね。はい あの参拝にいらっしゃる方々の様子はどうだったでしょうかそうですね、やはりあの皆さん、コロナ対策というか、感染対策をしていただいて、大きなトラブルもなくです、ね、でおかげさまで一年を過ごさせていただきましたンジ振り返っていただくとそうですね、やはりあのどうしても、ンジの方うはねあの、お祭りごとというか、神にぎわいのほうがどうしてもやはり、さまざまな感染対策、あるいは感染予防の観点から、 そのまま自粛をさせていただいたようなところもありますが、神事の方は滞りなく、1年間通して行わさせていただきました冒頭で500年以上の歴史があるというふうにお話を伺いましたが、この境内のご紹介をいただきたいと思います、はい、社殿はです、ね、大正12年9月1日のね、えー、関東大震災で、まあ、もちろんその、平、えー、らずに倒壊をして、その後に改めて建造されたものでございましたもう今、90年ぐらい。 いうわけですねで中には弁財天様の銭洗いだとかあとは、まあ、日本橋祝神でね皆様方にいろいろお披露目をしております福禄寺様等の像をねご、はい、用意をして皆様方をお迎えをしております、まあ、社殿の方には興味は受けて私どもの御利益のね、まあ、象徴としてあが、えー、めております上り竜下り竜というのはね まあ一応それをメインに皆様お迎えをしてさ、うん、まざまな養老の滝であるとかあとはまあ狛犬なんかも古いものがこちらでずっとしつらえておりますのであの皆様をお,、まあ、お守りしているというか皆様の奥底参拝ぶりをこちらの方でずっと守っているというような状況でございますね今いくつか挙げていただきましたがやはり外せないのが上り竜と、はい 下り流と思いますが上、はいええ、り流というのは私たちの願いを神様に上って伝えてくれる役割下り流は私あまりイメージがないんですが、ええ、そうですねやはりその人間の願望を神様にお伝えをしてお願い事をお伝えをしてで神様から我々はご利益をいただいてそれによってその神様との 関係性が完結するというふうに考えると、はい、やはりその下り流っていうと何かあの下降線にたどっていくっていうようなことではなくてね <laughs>、えー、天から我々の身に降りてくるというような考え方なので<ー>あの神様の御利益が身につくというためにはやっぱ下り流が必要になって。 てくると思いますね願いが昇るだけではなくて、はい、それがまた私たちのものに戻ってくる,ってくると下ってくるとそれであたらに身につくというような考え方ですねそれで対になってるわけですねしっかりと意味がわかりました <laughs> そして小網神社と言いますと、えー、訪れる方たちも本当に多くの方がやっていらっしゃいます ゼニアライベンテ、はい、こちららはまず歴史から教えてください明治以前にですね江戸時代の時には私ども小阿弥陀万福樹というお寺と集合しておったあの一体化しておったんですけれども明治以降の神仏分離令というのが出まして政府から出てそれ神道と仏教とお分けなさいよというようなお達しがあってそれによってあの万福十字と小阿弥神社とこう2つつ にれたんですね、ええ、で不幸なことにお寺のほが廃絶したものですから、うん、そちらでお祭りをしていた弁財天様がこちらので、まあ、神道では一木島姫の神というふうに、えー、古事記日本書紀には出てまいりますもんですからそういう形で集合を、まあ、再集合をしてというか本、うんえー、にしてそれでまあ私どもでは二宮としてね二柱目の神様としてお祭りをしてるんですがその御利益が商売繁盛であり金運向上財運向上ということで。 そのご利益にあやかって、えー、お金をお清めをしてそれをお財布の中に納めておくと、まあ、お金が貯まるというようなことをね <laughs> 皆様方口伝で伝えていただいてそれであの皆さんこちらので盛んにねお金をお清めさせていただいているというようなところがありますね。先ほどもこう 五百円だもん、洗ってらっしゃる方もいらっしゃいましたけれども、えーはい、これはどのように、えーうん、まあ、使うのか、保管するのか、何がよろしいんでしょうか。かそうですね、あの、鎌倉の,のね、ゼニアイベンテンさんの方では、お清めしたお金を、その世間に流通をして。えー、それがあの、活性化を呼んで。 それでお金が最終的に自分のところに戻ってくるというようなねそんなあのご利益があるというふうに伺っておりますがまあ私どもあの場所が東京ということで江戸ということもあってあ江戸っ子は酔い腰しの銭は持たないということで全部お金を使ってしまうというね姿がありますもんですからまあそういうことではいけないので必ずお金をこのお財布の中に一つ留めておいてくださいよということであまり大きなお金ではなくて5円とか50円とかその穴の開いたねお金にちょっと印をつけていただいて お財布に留めておいてくださいねというふうにご案内をしていますのであんまり大量にお金を洗うんではなくて、はい、まあ分かりやすいお金をお守り代わりに持っていてくださいよというようなご案内をしていますちなみにこう洗い方の作法っていうのは何かかあるんでしょうか、うん、直接お金がお清めできるような仕掛けをしておりますもんですからそこに直接お金を手で持っていただいて、はい、水をつけてお清めをしていただいて、うん、というようなことをですねです 党っていうのは私どもの方では、こうなければいけないということはないんですけど、まあ、あの待ってる方もいらっしゃったりするものですが、すね、あまり厳重にですね、はい、お金を洗うということではなく、ちょっとこう、水に浸していただく程度でよろしいかと思うんですけどもね水に浸す、その後は、えー、あのは、例えばハンカチとかで拭いてもいいです、そうです、まあ、ティッシュとかでね、皆さん拭いていただかないと、あのお財布濡れ,お濡れてしまったりね <laughs> あの、傷んでしまってもいけませんから、そこは水気を取って、そうですねわかりました。はい さあそんな歴史ある阿弥神社にこのお正月多くの方たちがお参りにいらしていますが参拝される方にぜひ守ってほしいことなどあれば教えてください私ども狭いお社なもんですからねソーシャルディスタンスを保ってしまうとあの列が長くなってしまったりあとはご近隣の交通の妨げになってもいけませんもんですから、まあ、そこら辺で皆さん方のご理解をいただきながら、ね、多少こうソーシャルディスタンスを詰めていただいたりあとは どうしても狭い境内ではあるんですけれどもお一,一人一人がこうお参りしてしまうとそれがさらに列が伸びてしまうこともあって複数でのご参拝をね今お願いをしています3列2列3列の方でねお願いをしていただいてで,できますればあのお正月というのは三が日あるいは七草とかお正月とかっていうふうに、えー、区切っておりますけれども、ねはい、もう少しこう広いスタンスで見ていただいて。 それではも,もう年間通してあの常にお参りができるような形でこちらであのご案内をしておりますもんですから少し余裕を持っていただいて来ていただくと私どもとしてはありがたいなというふうに思っておりますさあそれではいろいろとここまでお話を伺ってまいりました最後に令和五年、うん、地域の宇智神様として、えー、どんな年になってほしいとお願いますかそうですね今年は江戸があの水のとのうということで今までのこういろいろなさまざまな あ培ってきたものをです、ね、こう一気にその飛躍する年という意味が込められているというふうに伺いましたが、うん、まさに今までコロナ禍でね少しずつ皆さんが収束していたりあるいは停滞していたものが一気にここで解き放たれて、あのー、元の生活が一日も早く戻ってくるようなそんな一年にしていただければなあるいはそんな一年にしたいなというふうに思っております。 今年もどうぞよろしくお願いいたしますこちらこよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたお願いいました小浴神社の服部宮司にお話を伺いましたそれでは続いて築地波除神社ネギの鈴木さんにお話を伺います新年明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたします さあまずはここ、波除神社の由緒から教えてくださいはい、えー、当社ができたのが約360年ほど前になりまして、えー、まだ築地一帯は海でして、その埋め立て工事の際に、ですね、えー、波が強くて埋め立てができなかったときに、えー、流れてきた神様をお祭りしたところ、波が進まったということで、波除神社という名前になってございます。 神與神社にとって昨年、令和4年はどんな年だったと振り返り返ますかそうですね、あのなかなかそのお祭りができなかった年が続いてまして、昨年は本祭りが久しぶりにありまして、担う、はい、ことはできなかったんですけども、神、え、社、ー、の、えー、お師匠ですね、えー、築地一帯、ぐるっと回らせていただいて。 代謝に乗せてということができました。まあ、町の方も皆様楽しみにしてましたし。しかつげなかったとしましても、あのお神輿をえー、がぐるっと一周回りましたので、え、皆様結構見にいただく方も町の方も喜んでいらっしゃいました。うん、本当に町の方も盛り上がったと私もお話を聞いております。さあ、そんな波け神社ですけれども、境内についてお話を伺いたいと思います。まずは本殿は。 はい、本殿は昭和12年の建物でして、えー、そのまま戦争でも燃えておりませんので、うんえー、その形のままご本殿は今もあの現在でございますそして波除神社といえば雌有一対の獅子頭ですけれどもおすじしの 鎮述されているところの様子がちょっと変わった印象を受けたんですがそうですね、獅子殿という建物で、今までは階段で上っていただ形だったんですけれども、やはりあの足の悪い方、階段で上れない方、まあ、車椅子の方等々もいらっしゃいましたので、獅子殿を全面的に回収しまして、いわゆるフラットの状態になりまして、そのまま階段上らず、獅子をぐるっと一周回れる形に工事させていただきました。獅子頭の裏側って私は イメージななななかかかででできないんんすすがどうなってるんですか、えー、中が空洞になっておりまして舌、うん、がちゃんとありますので<ー>、はい、そちらに籠がありまして、はいえー、お願い事を書いた櫛をその籠に入れると願い事を飲み込んで叶えてくれるというのが江戸時代からありまして、えー、今も普通にあのご覧いただけますし、はい、スポットライトを当ててますのであの今までよりは <laughs>。 あのしっかりと見れると思いますそうですか願いを飲み込んでくれるそ,、ね、そんな木札を入れることもできるということです、はい、この獅子頭ですけれども先ほどお話があったお祭りの際では まあ、お目見えもそうですけれども担ぐこともあるそうですね、そうですねまあ、おすじし、メ目じし、おみこしのどれか一機を担ぐという形になっておりますので、担ぐこともできますもう見た目だけでも大きさ、想像はできるんですけれども、うん、重さはどのくらいあるんでしょう、えー、重さが1トンありまして、担ぐ棒自体で1トンありますので、担ぐと2トンという形になります。担ぐぐとしたらら何人ぐらい かかるんですまあ50人ぐらいで担ぎまして10分15分持てばいい方ですね。大人50人担いで10分持てばいい方。そうですね。ですから交代交代に担ぐという形になります。<laughs> そして、えー、まあ境内入ってすぐの場所には印象的な大一丈の木もありますが、はい、こちらはこちらは神社の御神木でして、えー、昭和の初期に植えたものだそうですけれども。 シダレイチョウというちょっと珍しいイチョウであの大きくしだれているところが、はい、あの日本の中では珍しいイチョウになりますね。そうなんですか、まあ、時期が合えば本当に綺麗な色づいたイチョウを見ることがでできるそうですね、まあ、12月の中旬から後半ぐらいにかけては、はい、え色づいたイチョウをさらに波岡神社といいますとこの築地ならではの塚もありますが。はい こちらはどういったものになるんでしょうまあか。お一人でしたり、それぞれの団体様が、えー、まあ、食べ物ですので、お魚ですとか、それを供養のための塚がありまして、えー、卵塚、エビ塚、アンコウ塚、カツギ塚、 とぶかというつかがございますへえ、もうこれも築地ならではの光景ですよね,すねさあ、そんな境内にお正月はたくさんの方が、えー、参拝にいらしていますけれどもこのお正月波桶神社に来られる際に、えー、ぜひお願いしたいことなどあれば鈴木さん聞かせてくださいそうですねあのマスクの着用とあと神社の方であのアルコールはご用意してもらったのでアルコール消毒をしてから、えー、お入りいただきたいというのと あとあまり大きな声であの喋らないでいただければと思います基本的な感染症対策を、うんね、お願いしたいということですね。さあお正月を過ぎたあと春先までの、えー、こちらの神社での神事は何かか予定されていますすそうですね、まあ、お正月の1月7日には七草貝の振る舞いもやってございますしまだ正式に決定していませんけれども、えー、2月の3日の節分も今年から、えー、再開しようとは思っておりますので。 あとは3月3日のひな祭り、えー、5月5日の単語の節句あと6月にはまたお祭りがございますので、えー、そういう形で進めていこうとや今年もさまざまな神事行われること私も楽しみにしたいなと思います、はい、お願いいたします。 さあ、それでは最後に、まあ、ここ築地、地域の氏神様として、えー、今年し1年、どんな年になればいいなと願いますかそうですね、まあ、まだコロナが収束はしておりませんけれども、えー、築地場外市場もですね、いろいろ新しいことをやっておりますので、当社といたしましても、えー、なるべく例年に戻ったような形で進めさせていただければなと思っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 ここまでは築地波よ神社ネギの鈴木さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたお二方インタビューにご協力いただきありがとうございましたいかがでしたかご紹介した二社以外にも区内には多くの神社仏閣が点在しています年明けしばらくは比較的落ち着いた雰囲気となる中央区散策がてら 区内の神社仏閣そして旧跡などを巡ってみてはいかがでしょうか。